田萌ちゃんです。だねだね不思議なたっくんです。ニコニコリンクときちゃんです。はい、というわけで危ないな。大丈夫大丈夫ちょっと消えちゃう。挨拶して危ない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 。というわけでね、今回はスタジオ飛び出しまして、こちら宮城県は花山青少年旅行村、そして花山湖に来ております。というわけで、はい、なぜ僕たちがここにいるかというと、はい、先日、情報解禁されましたの宮城応援ポケモンの、あのポケモンが今回ポケルン TV に遊びに来てくれるということで、今ここにいるわけでございます。大丈夫、やばい、やばい、会えるよ。今ね、到着したということで、もう間もなくね、来てくれるそうなんで、会えるよ、待ちたいと思います。来たよ、来たガンプラスだ。頑張れ。一生懸命来てくれてる。ありがとう、嬉しい。というわけでね、今回はラプラスが来てくれたということで、今回はですね、4人で、TikTok を撮りたいと思います。イエーイ、やったー、ラプラス喜んでるよ。かわいい。で、今回やる TikTok は、第2回言いなり選手権。いつものやつだ。そうです、あのピカチュウとイッスブテとも一緒にやったやつだね。それを今日はね、ラプラスと一緒にやっていきたいと思います。やったー。じゃあラプラス、ちょっとゆっくり曲が流れるから一緒にリズムに乗ってね。うん、あー、かわいい。じゃあみんな準備 OK かな。 OK。 よし、じゃあ行きますよ。はい、お願いします。めちゃくちゃうまく撮れたんじゃない。これはすごい、ね、カメラさんめっちゃいい感じでした、一番上手だった、はい、というわけで今回は宮城応援ポケモンラプラスと一緒に TikTok を撮ってみました。すごい楽しかったね。いやもう可愛すぎてさ、隣で、あーってなってわかるわかる。さあこんなね、素敵な可愛いねラプラスに、いつか宮城県に来れば会えるかもしれませんので、ぜひみんなもチェックしてください。来るしかない。今撮った TikTok は僕たちの TikTok アカウントにアップされる予定なので、そちらもチェックしてください。お願いします。というわけで今回の宮城応援ポケモンラプラスと一緒に撮った TikTok、 よかったよって思ってくれたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。